小笠原光安は、室町時代の守護大名。品の守護、小笠原氏当主。小笠原正康の三男。松尾城主。松尾小笠原家の祖。父の守護、小笠原氏総領職をめぐって、光安の兄の宗安といとこの小笠原持長町との争いが起きていた。小笠原氏は、府中の持長町方と、伊賀領の宗安方とに分かれ、 それに伴い黒人衆も二敗に分裂して対立が続いた。文案三年、三安は兄に講演を頼まれ、自身が討ち死にした場合は三安に総領職を譲り渡すと取り決めをした。宗安は、うる原で、持ち長と戦ったが敗れ討ち死にしていたため、約束通り家督は三安に譲られ、幕府もまた、品の守護職と小笠原氏総領職を三安に与えた。 しかし、持ちと三つの対立は、以後も継続し、一時は、持ちが守護職を襲うなど混乱は続いた。おいで宗康の維持の小笠原正秀も、また勢力を持ち、正秀と三つの子課長もまた争うようになる。長年の守護下の混乱は、信濃における守護の権威そのものの失墜につながり、信濃においては、守護に代わりそれぞれの地域の有力国人が、 独自の安堵状を発布するようになった。関東で、京徳3年に始まる京徳の乱が発生したとき、三つ安は、幕府から駿河主護、今川の利忠、越後守護上杉坊帝と共に、堀越久房、足利正友を支持して、関東へ出陣することをたびたび命じられたが、小学坊、足利重氏に通じる府中の小笠原清宗が、国人衆と結託して、 三つの出陣に反対し、なかなか発行できないありさまであったとされる。将軍、足利義政は、交渉2年、三つ安に対し清宗討伐を、また、干渉6年、三つ安と上杉坊帝に対し、重氏に通じる村上正明と高梨聖高の討伐を命ずるご教師を発した。ありがとうございます。